グランプリは1966年に公開されたカーアクション映画である。主演はジェームズ・ガーナー。監督はジョン・フランケンハイマー。音楽はモーリス・ジャールが担当した。モータースポーツのトップカテゴリーである F1 グランプリを舞台にドライバーズチャンピオンの栄光をかけて戦う4人の F1 ドライバーの運命を追ったフィクションである。サブプロットとしてそのような 危険なライフスタイルを持つ男たちと共に生きようとする女性たちに焦点が当てられる。原作はロバート・デイリーが1963年に発表したノンフィクションザ・クルーエル・スポーツ。撮影は6 5ト、mm、ルフィルムで行われ、シネラマの大画面で公開された。タイトルデザインをソウルバスが担当している。公開当時 F1 に参戦していたホンダをモデルにした。 矢村チームが登場し、ホンダ総一郎を思わせるチームオーナー役を三船敏郎が演じている。すでに国際的評価を得ていた世界の三船がハリウッド映画に初めて出演した作品であった。F1 シーズンの開幕戦、伝統のモナコグランプリで大事故が起きた。上段 BRM チーム所属のアメリカ人レーサー、ピート・アロンは辛くも難を逃れたが、 チームメイトのスコット・ストッタードが重傷を負った、責任を負わされ、チームから解雇された。アロンは、日本のヤムラチームと、第3ドライバー契約を結び、期待に応えて、ワールドチャンピオン争いに加わる活躍を見せた。アロンと競い合う、有力ドライバーは3人。マネタ・フェラーリチームのエースである、フランス人のジャンピエール・サルティは、2度の、ワールドチャンピオン経験を持つ。 大ベテラン。サルティのチームメイトであるイタリア人の2位のバルリーには2リングランプリのもと王者であり将来を嘱望されている。開幕戦の負傷からカムバックしたイギリス人のストッタードはレーサーとして成功した亡き兄を目標としている。命がけのレースの合間には男と女のドラマもあった。ストッタードの妻パッドは元モデル時代の生活が忘れられず、 夫を捨ててアロンに接近しようとする。サルティは大手自動車会社を経営する妻モニークとの関係が冷え切りパーティーで知り合ったファッション雑誌編集者のルイーズと深い仲になっていく。4人のドライバーによるワールドチャンピオンが争いは僅差のまま最終戦イタリアグランプリを迎えた。ハイスピードの接近戦大波乱の展開の末最終ラップに 劇的なクライマックスを迎える。カッコ内は日本語吹き替え日本語吹き替え、放送日1974年4月11日、18日、木曜洋画劇場多ソフト未収録他に類を見ない、ベースシーンの撮影技術がこの映画の呼び物の一つとなっている。フランケンハイマー監督率いる約260名の撮影隊は F1 コンストラクターの協力を得て、 1966年の6カ国のグランプリで撮影を行った。F1 フォートジャーナリストのベルナール・カイエが仲介役となり、ヨアキム・ボニエ、リッチー・ギンザー、ボブ・ボン・デュラントラ F1 ドライバーがアドバイザーとして協力した。ブルース・マクラーレン、フィル・ヒル、グラハム・ヒルラは役名付きで出演した。主役の4人の俳優は実際にマシンを運転できるように、 ジムラッセルレーシングスクールで教習を受け、撮影時に走行した。中でも、主演のジェームズ・ガーナーはメキメキと頭角を表し、プロにも迫るほどの腕前に成長したという。ストッタード役のブライアン・ベッドフォードは、行動の自動車免許を持っていなかった。走行シーンに、実物の F1 マシーンは使用できなかったので、F3 マシンをモディファイして使用した。マシンが、 コースから飛び出すシーンでは人形を乗せたマシーンを大砲で出した。テクニカル、コンサルタントとしてキャロル・シェルビーが参加。レースの走行映像はフォード GT40 を改造したカメラカーで撮影した。また、フォーミュラカーのフロント部分にカメラを搭載し、ドライバー目線の白身の映像を収めた。F1 のテレビ中継では1980年代。 以降に車載カメラの映像が普及するが、本作はそれを先取りするものであった。通常、部外者には門戸を開かない。フェラーリのファクトリーでの撮影も特別に許可され、当時の雰囲気を知ることのできる貴重な映像となっている。オープニングフィルムに掲載されている順に表記する。作中で、アロンはクリス・エーモン、サルティはジョン・サーティース、ストッタードは ジャッキー・スチュワートのヘルメットを装着している。インは撮影隊が帯同したレス。実際の1966年の F1 グランプリは開催国、サーキットは同じだが開催順が異なっている。作中で描かれたモナコグランプリのコースで車両が海に転落するというアクシデントは実際に2度起きている。1955年のアルベルト・アスカリと1965年の ポール・ホーキンスだが、二人とも転落後に脱出し無事に救助された。最終戦イタリアグランプリの舞台となるモンツァサーキットでは、1961年に観客を巻き込む死傷事故が起きて、以来高速のオーバルトラック区間は使用していなかった。本作では、イタリア GP とは別の日にエキストラを集め、オーバルを走行するレースシーンを撮影した。 本作品のテーマ曲をカラベリが編曲、演奏したバージョンはかつて NHKFM 放送で月から金の19時15分から放送されていたサウンドオブポップスのオープニングエンディング曲として長らく使用されていた。本作の映像ソフトはビデオと LD 化されて以降 DVD は日本国内で長らく発売されなかった。しかし2011年に DVD が レンタル用 BD がセル用としてリリースされた。作中の三船と郎のセリフにおいて、日本語で日本人技術者等と話すセリフは本人の音声が使われ、主人公との会話での英語セリフは英語が第一言語のボールフリーズによる吹き替えが使われている。当時のこうした外国人のセリフの言語によっての音声の切り替わりは普通であり、 現在ではとても珍しい手法である。ありがとうございます。